えー、スイーツ男子のケンシです。今日は、この、マルセイバターサンド。この間スーパーで買ってきて、いや、え、母ちゃん買ってきたんですけども、バターサンドをね、今回食べようかな、ということです。スイーツ男子のケンシにとってはね、一度、この、マルセイバターサンドを食べなければ、ダメだ食べますこれ、六花亭って言うて、六花亭はなんかチョコレートの美味しいものもあるんですよ。これは、母ちゃんはね、常に買ってくるんで、それは、横取りして食べてます。

おおあ、あ、あ、こんな感じなのね。スーパーで買ったんですけども、めったにお目にかからないぐらいレアなものなんですよ、実はね。知ってる方は知ってると思いますけども、もう興奮を隠しきれない気持ちです。いやー、これの、これ、エイニュースるわ。皆さん、エイニューするいい <laughs> ニ, <laughs> ニュースこご,ごらん、ごらん。 <laughs> よーし、ほちょっと開けるぞ、開けるぞ。あ開けるぞ。やっぱこの真ん中だよ、ね、真ん中。真ん中をいただこうか。いや、バターサンドって、どんなんすか後ろ部隊、原材料、バターこれね、原材料、バターって一番上に書いてるんですけども、これは、え、大いもん中になってるわけなんで、バターがいっぱい入ってるんだよっていうのを、証明してるということです。バター、小麦粉、レーズン、砂糖。っていうことで。まあ、 この三つがあればもう、まあ、間違いなくうまいっしょ。どうし、うな、開けるぞ。おう、開けるぞ。俺、もう、怒られても開けるぞ。母ちゃんに怒られても開けるぞ。<laughs> いや、さっきね、えー、さっき、ケネジ、酒飲んだんですよ、酒。先ほどね、酒飲んで、まあ、よろしければ見てください。こんな感じです。 この後のデザートとして、このバターレーズンサンドを食べるっていうことですけども、いや、これ、開き方がね、これすごい、こう、サクッと開けるわけで、これ。これ、あ、あれ、あれ、あれこれ、切れ目二つある。こっちとこっちと、どっち開けるいや、このままパスッと開けるパスッと開けるおーおーおぉおぉ最後うわ、ああ、お、重たい。重いのか、重たいです。 重たい。いや、これねーバターっしょ。バターって白でしょ。で、バターとレーズンが絡み合ってることによって、この白の、いや、ちょっと待って、もうピントが合ってないじゃないかも。もいや、すっごいですよね。結構重たいわけなんですけども、このバター自体がちょっと、 と、レーズン寄りの色にしてませんか開けた瞬間、このレーズンバターの匂いが、半端ないんす。いや、半端ないんすよ。レーズンバターって、えバブルの時は、このレーズンバターだけを食べるわけです。もうね、あの、かっこよく食べるわけなんですよ。かっこよく。それが、もうそのままこの中に入ってるっていう感じがするぐらい、このバターのこのね、そのままバターって白でしょ白だけども、白だけども、ちょっと、で、この外側のこの、これ、ここあるでしょこれ、 何なんでしょうこれ。なんか結構ね、しっとりとしたビスケットっていう感じがします。いや、ちょっとね、あの、開けちゃダメなんだけども、ちょっと開けちゃいましょうかね。開けれるのか結構がっつりグッあ,あ,あ、あ、開けれない。開けれない。開けれない。ちょっとこのこれだけちょっと食べてみます。あ、このクッキー、な,なんかね、半生クッキーみたいな感じで、ちょっと柔らかいです。いやー、でもね、これバッターの風味はせいんけども、 レーズンバターの風味がくっついてる。ちょっと食べたんですけども、いただきます。いや、こっからいただきましょうかね。製品上、このような感じで食べた方がいいでしょ。いただきます。うん。これは、うまい。いや、うまい。バターの風味がじゅわーっと広がるわけなんですよ。でも、このバターの風味が広がるって、 っていうのを分からんぐらいこのレーズン。これはでもね、お酒に浸ったレーズンなんでしょうかね。そのレーズンの香りがすごくするわけなんですよ。先にレーズンの香りがした後に、バターのふわっとした溶けた、口の温度で溶けたバターの風味がした後に、この周りのこのスナック、クッキーですかね。クッキーの サクサク感が分かり出すわけですよ。いやー、一言では言いにくいんですけども、これはかなりね、お昼3時に食べるおやつとしては、かなり高級品ですよ。もう一口いただきます。うーんこれは、反則や。3時のおやつで食べるにはもったいなすぎる。これは今日一日めっちゃ働いて、その疲れを癒すために晩に、バーに行って、 で一品品として食べる品物だ何言ってんだろう <laughs> いや、それぐらいうまい。いや、これね、ご褒美の一品ですよ。あと、残り一口で食べるのはもったいないんで、この半分、こ、こんだけ食べます。こんだけ食べますよ。うん。これ、絶妙な、このバランス。これどこだ、どこだどこマルセイマルセイあ、 そうだ、マルセイっていうところが作ってるんかなすぐ売り切れるんですよ。スーパーで行って、あ、これ初めて見るね、バターサンド。あ、美味しそうだねって思ってるうちに、明日買おうかなって思ってるうちに、売り切れるぐらい、すごいすぐなくなるわけなんですよね。ファンがいてるっていうわけなんでしょうけども、いや、それぐらいうまい。これはね、安い方なんですよ。安い方なんですよ。もっと高いやつがあって、 それはでももうちょっと大きいのか、それからこれ、これ自体がいっぱい入ってるのかわからないんですけども、いや、ケンリジ次見たら、その大きい方を買います。まあ、あとりあえずこれ、最後一口いただきます。うん。いやーもう一個食べる。もう一個食べる <laughs>。これね、マルスイのバターサンド食べてない方はね、あの人生損してる。絶対食べて。めっちゃうまいから。 もう間違いなくうまいって。これ初めて食べたけどもね、これ、そんな高くないんだよ。一個自体も、これ100円ぐらいなんかなまあ、いや、いや、値段ちょっとわからないよ。これ母ちゃん買ってきたね。でもめっちゃうまいっすよ。いやー、次はね、この半分、半分、半分。はー、幸せ。よろしければ皆さん、3時のおやつとして、自分のご褒美としてね。よろしこれこの、 マルセイのバターサンド、一度食べてみてはいかがでしょうかえ、食べてる方は、あなたは勝ち組です。<laughs> 勝ち組です。めっちゃうまい。本当にうまいね。最後、これを半分、先ほど半分食べたね。もう二口で食べるんだ。これはもうめっちゃうまい、これね。マルセイのバターサンド。これをもう食べて終了させていただきます。うん。うまいああ幸せ 母ちゃんありがとう